8-7でトップですね。はい。なおボロパエフ選手はすでに2種目金メダルを獲得しております。まだユーウォクユルが残っておりますんで、さあ演技が始まりました。オノディです。ハンガリーの選手です。世界の一流選手です。非常に器用な選手ですから、はい、いろんな工夫した技が見られると思います。ここからですね、ええ、後転飛びから2分の1ひねって前転飛びです。なるほどね、はい、ちょっとぐらついた感じもありますが、そうですね、非常に方向が変わる技ですので難しいと思います。そうですね、はい、10センチがありませんもんね、はい、そこでまるで床運動のような演技を行うわけです。もう連続です。はい、コスチュームが綺麗ですね。そうですね、みんな昨日と変えてきてますので、はい、愛知県体育館はいつの間にか満員になりました。そしてフラッシュがたかれておりますが、ちょっと選手の皆さんの邪魔にならなければいいんですが、こんな安定した選手が世界選手権でミスがあるんですからね。思いがけないことでしたけれど、相当な重圧があるんですね。やっぱり特に平均台の場合は非常に精神的なものが大きく影響するので、うん、ああでしょうね、はい、落下しますとね、はい、今3回フィニッシュです。この3回あったちょっとひねり切れたか。後方伸身宙返りの3回ひねり降りであります、はい、ヘンリエッタ・オノディどうですか。はい、良かったと思います。あの着地も決まりましたし、昨日はあの一歩動いたんですけれども、あの今日朝の練習ではの着地まであの決めていく練習を何度も行ってましたので、その点はやはり狙ってきているなっていうところですけど、日本には先週の火曜日にやってまいりまして、一番熱心に練習しておりましたのはこのオノディと